さあ今日は早速本題に入ろうと思っております。えっとですね、き、昨日か。昨日たくさんの挑戦している人たちに出会ったんですよね。まあ日々会ってるんですけど、昨日はね、えっと僕のお知り合いの方っていうかね、最近お会いした方も含めて、長いお付き合いの方も含めて、3人の方の挑戦を 間近に見たんですけど、あの NFT プロジェクトでね、大きな二つのプロジェクトが、ジェネラティブをリリースされたんですね。えー、一つ目はメタバッチ。えー、このメタバッチっていうプロジェクト、かわいいんだこれがまた NFT が、もう思わず買,買いながら、かわいいかわいいながらね、おじさんが、あの、ミントしたんですけど、ゲットしたんですけど、このメタバッチっていうのはね、メタバースで、 音楽ライブをやるっていうのがメインのプロジェクトなんですよ。これね、難易度の高さ分かってもらえるかなこれ Web3 のこと詳しい人の方が、おーい早すぎだろというね、詳しい人ほどこの難易度が痺れるほど分かると思うんですよ。だって、メタバースっていう言葉を聞いたことがない人もまだいるし、いや、メタバースっていう言葉は聞いたことがあるけど、ログインしたことある人います 僕今偉そうに言ってますけど、メタバースログインしたことまだないんですよ。 もうメタバース童貞なんですよ。知識しかなくて、全然体験してないってことなんですけど。ま、あこれ、こういう人多いんじゃないですか僕のボイシー聞いていらっしゃる方も。メタバースっていう言葉を聞いた方はあるけど、ログインしたことない人手を挙げて、はーい。ほら、めっちゃいるでしょ <laughs> ね。僕もその中の一人なんで、偉そうに全然言えないんですけど、それをね、先陣を切ってやってらっしゃるチームなんですよ。このメタバッチっていう NFT をリリースしたチームはね。 まだまだメタバース自体の楽しみ方とかを知らない日本人が多い中、もうメタバースでの音楽ライブを1年間、ちょうど1年やってるらしいんですけどね。1年間で何回やったってたんだよ。20回とか、なんかやってるみたいなんですよ。すごくないですかで、やっぱり聞くと、機械のトラブルとかね、いっぱいあるんですって。それはまだね、新しい業界ですから、完璧なんて無理なんですよ。 っていうか私たち、もうすでに何十年も前からあるような業界で働いていてもトラブルってあるでしょそれ避けられないものありますよね。それをですね、まだまだ、 未成熟な業界でやるっていうと、トラブル率なんてもう異常に高いと思います。てかトラブルがないイベントなんてないんじゃないかなきっと想像するに。メタバースのライブとかっていうと。だってメタバースが今まで浸透してなくて、音楽ライブですからね。まあそれぐらい難易度の高いチャレンジをしてくださってる方に対しての、僕はね、リスペクトの気持ちがあるので、応援したい。 ね、リスクを取ってる人を応援したい。なんかノーリスクで、なんかあんなのまだまだだよ、メタバースなんてさ、とかさ、言ってる人たちは僕は友達にならない。もう、それは僕の人生ですから選べますからね。僕はね、無謀なことであっても、まだ見ぬ世界に向けて夢を持って挑戦する人が好き。なので、 メタバッチ好き。ということで、あの、二次流通で買わせていただきました。僕多分ね、もらってるんですよ。いわゆる AL、あのー、アローリストっていうね、優先購入券。 多分いただいてるんですけど、僕ね、応援消費でパトロンになって、ウォレットデザインでドヤるっていうウェブスリ3おじさんの、まあまあテーマを自分で打ち出してるからね、僕自身がそれをもう愚直にやり続けようって決めましたから、二次流通で、9体かな、今回な。えっと、ゲットさせていただきました。メタバッチ、僕のウォレットに入っております。え、そして、もう一つ、これも大きなプロジェクトですね、四季部ワールド。 僕はね、ブソンさんって、あ、ボイシーパーソナリティやってるので、ぜひ聞いてください。僕ね、ブソンさんの放送が大好きです。熱い。熱い男。もう熱さしか感じない。で、あの、インスタグラムでね、しき部ちゃんってフォローしてる方結構いらっしゃると思うんですよ。70万人以上フォロワーさんがいる。すごい、すごいコンテンツなので、なんかもう、まあ、ほっこりするんですよね。あ、まあ、あるある。 のエピソードを毎回よくあんなに思いつくなっていうぐらい。だから、あの、ブソンさんはね、キャラクタービジネスの未来を作るってって強い志でね、本当に音声発信もインスタグラムもあれどれぐらい時間かかってんだろう。まあ、あとはね、あの、じゃがりこ。じゃがりこの、えー、っと、パッケージにしきびちゃん出てる。だからもう大メジャーのデザインなんですよ。クリエイターさんなんですよ。その方がもう一年間、 活動、NFT のね、活動をし続けて、満を持してリリースしたのが昨日、四季部ワールドだったんですけど、まあどうやらね、不正ミントって言って、なんかね、ハッカーっぽいような動きをして、本当は優先購入権を持ってないのに、なんかね、システムの穴をついて、それをゲットしてね、なんか安く売り抜けるっていう、本当しょうもないね、まあ海外の人らしいんですけど、がいて、1200体以上がね、 そういう被害にあったらしいんですよ。もうこれさ、応援するしかないっしょ。ねえ、夢を持って挑戦する人ってやっぱりそういう目にあったりすることってあるじゃないですか。メタバッチさんだったら多分機械トラブルっていうのが大きいと思うし、しき部ちゃんなんて一年かけてあんなにソンさん時間を使って頑張って情報発信して、何なんだよって思いませんそんな時に見て見ぬふりをするようでは、 ベブスリーおじさんとは言えないので、よし、買おうと。二次流通で買おうと。で、多分ね、僕、AL もらって、あの、優先購入券いただいてるんですけど、もう、そんなんいいと。そんなもん使わねえと。これはもう男気出すぞ、ということで。 すべて二次流通でゲットさせていただきました。でもなんかいいですよ。ほっこりするデザインだし。なんかあの熱い男がこんなほっこりするデザイン作ってるんだなと思うとね。なんか嬉しい気持ちになる。ニヤニヤしちゃうようなプロジェクトになっていて。まあしかもね、これあのクリエイターの方だったらよく知っといた方がいいと思うんですけど、確かね50体、えぇ、ー、ぶ部ちゃんのコレクションを持っていると、このし季部ちゃんを商用利用できるっていうね、そういうなんかね、ただの えー、っとデザインじゃないんですよ。 このキャラクターデザインを世に広げるっていう仲間と出会うっていうコンセプトも込められているようなね、そんな熱い熱いプロジェクトになっていますので、あの、クリエイターの方だったら、もしくはね、えっ、ー、と、キャラクターデザインを自分のビジネスに活用したいっていう、まあもちろん真面目な方じゃないとダメだと思いますよ。変な使い方する人はいい意味で弾くべきだと思ってるんですけど、本当に真剣にいい商品とかいいサービスを世の中に届けるのに、キャラクターというものを活用したいという方は、ぜひね、 ールドえっ、ー、と、これ、ランディングページ、説明のページもありますので、ぜひぜひそちらも見ていただけると、世界が広がると思います。まあ、でもね、改めて言っていいですか、NFT をやってる人はもうね、みんな挑戦してますよ。 ああ、それをね、邪魔するような、なんか変な詐欺みたいな人とかね、あとはこう、揶揄する人。もう自分は飛び込んでもないのにね、あんなの、ただの画像なのに、とか、詐欺じゃないんですか、とか、暗号通貨とか、まあ仮想通貨か、仮想通貨ってどうなんですかって言ってる人、マジダサいなと僕思ってるので、まあちょっと前まで僕もそっち側にいたんでね、偉そうには言えない。でも、もうね、今は言う、もう言う方に回る。 もうね、とにかく挑戦する人を応援する。だって美しいもん、そっちの世界の方が。もうとにかくこれから挑戦する人を応援する、そんな存在になろうと思ってます。で昨日はね、えー、そんなメタバッチっていう NFT プロジェクトと、四キ部ワールドっていう NFT プロジェクトの挑戦を応援した。 それともう一つ挑戦者に出会いました。えー、全国講演会今僕やってるんですけど、コミュニケーション大全のね、えー、出版記念講演会も兼ねて全国講演会をやってるんですけど、今は東京鴨頭ランド主催の講演会はなくて、主催者さん、手を挙げてね、 私主催者やりますって言ってくださってる方が20名ぐらいいらっしゃって、え、その方の主催のもと僕は講演会に、まあ、ステージで喋るお役として回ってるんですけど、昨日はね、大阪講演会だったんですよ。いや、すごかった。まあ、加納理恵さんというですね、僕もすごく尊敬している、まあ、女性起業家の応援をなさってる方がいらっしゃって、まあ、あの、僕は完全に株主にもなったぐらい、えっと、 すごいコラボをさせてもらっていてカモブックスからもねあのうまくいく女性起業家だけが知っている大切なことっていうね本を出版されていてそろそろ10半かかるんじゃないかな2回目の、うん、あの10番かかりそうな勢いでノリに乗ってる方なんですけどまあこの方が作ったライフミッションコーチ協会 LMC 協会っていうメンバーさんの挑戦がもう本当に美しい。 もうねまあ、駅に広告の看板を出してくださったりとか。 それから SNS での発信もね、心の冷え性をカモーンって言って、ものすごいもう Facebook とインスタ特にインスタすごかったかな。もうね、ストーリーズに1日に5個も6個も多い人9個もあげるんですよ。すごっか。僕のストーリーズはね、LMC 協会の皆さんのメンションで埋まってる時がありました。それぐらいの熱量でチームで今回の講演会を成功させようってやっていて、まあね、その応援のエネルギーはちょっとね、 信じられないところまで伸びていっててなんかね支部長さんリーダーみたいな人がいっぱいいるんですけどその人たちが自分たちで考えて集客するんですけどね駅前でチラシ配り始めたんですよ今時講演会の集客駅前のチラシ配りってあんま見ないじゃないですかしかもね大阪でやる講演会大阪でチラシ配りやりました名古屋の駅前でもやって池袋でもやってるんですよなんで 東京と名古屋から大阪の講演会に来てねってチラシ配りですよ。いや、SNS でね、知り合いの人が遠くから来てくれるのはわかりますわ。オンラインってそういう強みがありますから。リアルにチラシを手配りで大阪来てくださいってやってたんですよ。池袋と名古屋の駅で。もうね、挑戦ってリスクとか、まあ、無駄。生産性の低さ。非効率的なことっていっぱい いいっぱい入っぱ入ちゃううと思うんですよもちろんそれをできるだけ効率的にやるっていう考え方もありです。あり。でも僕が今日言いたいのは効率の良さとか正しさじゃない。美しさです。美しさってどこで結実するかっていうと挑戦したものにしか見られない景色という精神的報酬で結実するんだと僕は思ってるんです。 まあね、例えば今回の大阪講演会で言うと、講演会が、まあ会場があるじゃないですか。会場にものすごい数のお花が並んでるんですよ。お花って、あのー、花束みたいな花じゃないですよ。あのー、百貨店だったりとか、美術館だったりとか、パチンコ屋さんだったりとかね。いろんなところのお店がオープンする。パチンコ屋さんちょっと違うかな、形が。あの、大きな人間の身長より高いお花。もうあれがもうぐーわーっと並んでるんですよ、何十個も。 そんな講演会ありますこれ、主催者の人が普通にやってたら、そんなお花集まります当日会場に来られない方がお祝いでお花を送ってくださってるんですよ。これもね、間違いないです。僕の講演会ですけど、このお花は誰に向けてのお花か。主催者さんです。LMC 協会のみんなの頑張りへの賞賛が、お花という形になって集まってた。間違いないです。 ま、そして、ね、今回はちょっと特別に、普段は僕、懇親会に出席しないんですけど、あまりの活動の素晴らしさや、まあ、加納り恵さんとの関係性も僕、株主なので、ここはちょっと特別扱いしますと、堂々とあの、宣言してエコひいきをして、懇親会に出席させてもらったんですよ。すごかった。もうね、懇親会のオープニングムービーもエンディングムービーも何十万円もコストかけてた。でもね、その価値があったと思う。そこの映像には、 この講演会に向けて本当に影で見えないところでものすごいコストリスクをかけた人の姿があった、えー。そしてチームリーダーの方が壇上で一人ずつご挨拶の言葉を述べてたんですけど、もうね、号泣。あれはね、頑張ってくれた仲間と挑戦した自分への涙なんですよ。美しいと思う。 あの瞬間に報酬が返ってきてるんだと思います。なので、挑戦者というのは、もちろん挑戦することによって、まあ、今回だと講演会が満席だったりとかね、NFT のプロジェクトで言うと、まあ、総取引量何百イーサーという、そういう数値的なものも、もちろん得られるとは思いますけど、もうそんなね、数値では測れない、 定量では測れない、定性的な、情緒的な、感情的な、精神的な報酬の方がもう何十倍も何百倍も価値としては大きいんじゃないかなっていうふうに思いました。挑戦者にしか見られない景色を昨日挑戦したこの三者のチームは見たんだと思います。本当にそれって美しい景色なんだと思います。えー、挑戦した皆さん。 本当にお疲れ様でした。えー、そして、これからも一緒に、チャレンジライカベイビー、赤ちゃんのように挑戦する、そんな大人として、一緒に頑張っていきましょう。それでは、今日という一日が、皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいねー